続きまして、熊本城に関しまして、お知らせが2点、ございます。まず、桜の開花に伴います、三幸坂の一部開放ですけれども、当初は昨日までの、4日間限定での開放としておりましたが、開花が例年よりもかなり遅れておりますことから、4月9日の日曜日も、開放をお進めることといたしました。ぜひ、熊本城の満開の桜を間近でご覧をいただきまして、春の訪れを感じていただければというふうに思います。なお8日の土曜日は、復旧工事進捗への支障等が懸念されるため、開放はいたしませんので、この9日のみというふうになりますが、どうかご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いをいたします。次に、熊本地震から1年、ということで、熊本城のライトアップについて、お知らせをいたします。熊本城のライトアップにつきましては、通常日没から午後11時までというふうにしておりますが、熊本地震から1年を迎えるにあたりまして、4月14日の日没から15日の日の出まで、それから15日の日没から16日の日の出までの2日間は、昼夜オールナイトでライトアップをしたいと考えております。地震発生日の昼夜ライトアップを通して、平成28年熊本地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、このライトアップをされたこの熊本城を見ながら、復興へのですね、思いを共有をいただければ、このように考えております。私の方からは